い、どうも森です。今回は2022シーズンの湘南ベルマーレの新戦力を改めて紹介していきたいと思います。このチャンネルでは湘南ベルマーレを中心とした動画配信をしております。他の J リーグクラブの情報配信もやっていきたいと思っております。まずはチャンネル登録者数1000人に向けて動画配信をしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。さあ、それでは今回紹介するのは鹿屋体育大学から加入をした根本選手についてやっていきたいと思います。まずはこの根本選手、出身地が神奈川県茅ヶ崎市ということで湘南の地元の選手となっております。根本選手の高校時代では上田西高校で、3年生の時に全国高校サッカー選手権に出場し3得点を挙げ、同校史上初となるベスト4に導きました。この大会では根本選手も大会優秀選手に選ばれております。その後鹿屋体育大学へ進学し、大学時代では2019年に天皇杯2回戦で J1 の名古屋グランパス相手に3-0で快勝し、その試合でも J リーグチーム相手に得点を奪っております。翌年2020年には湘南ベルマーレの加入が内定し、特別指定選手となりました。そして昨シーズン2021年ではルヴァンカップ横浜 FC 戦に出場し、初ゴールを決めて勝利へ導きました。そんな根本選手のプレースタイルですが、やはり体格を生かしたフィジカルの強さ、そして裏への抜け出しも持ち合わせており、高さ、うまさ、強さを兼ね備えたストライカーですね。さあ、そしてこの根本選手ですが、湘南ベルマーレでの出場ポジション予想ではこのような予想をしてみました。やはり2トップの一角で出場する可能性が非常に高いと思います。今年の湘南ベルマーレは元々のフォワードがほとんど残留し、さらに新戦力が加入し、主戦場がフォワードとなる選手が8名も在籍しております。この中からポジション争いを勝ち取らなければなりません。そのためチーム内でも競争が激化しますし、より得点が奪える調子の良い選手が起用されるのではないでしょうか。根本選手にはこの厳しいポジション争いを制して得点を量産してほしいですね。ということで根本選手について紹介をしていきました。プロ1年目となりますが、すでに特別指定選手としてルヴァンカップで得点を挙げてきた部分もありますので、1年目からレギュラー争いの激しいフォワードで出場機会を得て得点を挙げてほしいですね。今シーズンの根本選手の活躍に期待です。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。